こんにちは、小林良平です。今日はですね、電気自動車について話してみたいと思います。最近ですね、海外とかのニュースとかでもすごくよく聞くんですけど、2030年と2035年、2040年ぐらいまでに今あるガソリンのエンジンの車を一切なくそうという、もう製造はしませんっていう、そういう発表がなされたんですね。フォルクスワーゲンをはじめ、メルセデスベンツですね。あと、大きいところでポルシェですね、ポルシェ。あと、アメリカの方の会社もですね、たくさんの、今まですごいエンジンを作ってきたような、海外の自動車メーカーが、もう電気自動車に全てを移行するという発表になったんですね。いやー、でもこれってね、すごい時代だと思うんですよね。でもね、これまでやっぱり散々そのガソリンエンジンをですね、作り続けてきてですね、ここに来て、やはり環境問題っていうのはまあ一番の、まあその理由なんですけども、ここに来て一切全部製造しない、廃止してしまうっていうのは僕はどうかなと思うんですよね。で、ガソリンエンジンっていうのはですね、もう歴史で言うともう100年ぐらい続いてるんですよね。ガソリンエンジンっていうのが初めてできて、それはドイツで最初にこう発明されてですね、それがもう今100年ぐらいの歴史があるわけです。で、その基本的なその仕組みっていうのは、その頃できた頃とは全然変わらなくて、こうね、エンジンの中にピストンっていうのがありまして、そのピストンっていうのがこう上下して、その中の燃焼室ですね、そこにガソリンと空気を入れて、圧縮して、火をつけて爆発させてエンジンが回ると。で、排気ガスが出ると。まあそれがエンジンのまあ簡単な仕組みなんですけども、まあそこにガソリンっていうのがありますよね、燃料。まあ皆さんももう当たり前のようにガソリンスタンド行って入れてると思うんですけど、まあこれはね、地中にあるまあ化石燃料というまあ言われてるもんですよね。まあ昔のその中の恐竜とかですね、まあそのようなものがこうずっと堆積して、まあ何億年もね、経った、特にこうその地面の中にその油というって溜まって、それをやっぱ人間がこう掘り起こしてですね、それを生成して、重油から、灯油、軽油、ガソリン、まあいろんなものにこう生成して作るっていう、まあそういうものなんですけどね。まあでもですね、その歴史をですね、今のこの時期にですね、もう終わらせるという発表なんですけども、まあ僕みたいに本当にこう車とかバイクが大好きな人間は、いや本当にやめてくれと思うんですよね。まあでも今でももうすでにですね、電気自動車出てますよね。テスラであるとかですね。まあ日産で言ったら、なんですけど、リーフでしたっけ。あとなんか、シボレーのボルトであるとか。まあいろいろその電気自動車オンリーみたいなのがありますよね。まあそれも走ってますけど、まあ、確かにその、ガソリンを使わないという意味合いではいいと思うんですけどね。ここでね、大きく間違えてることがあるんですよ。僕はね、なんでこれを世界が誰かが突っ込まないのかなと思うんですけど、もともとですね、電気自動車というのは、まあ、電気をです、供給して、まあ、電気を、車の中に、まあ、バッテリーのようなもので貯めて、まあ、それを充電して、それを使っていって、また、なくなったら充電するっていうもんですよね。で、その電気というものをですね、その充電する電気、よくほら、最近高速のパーキングとか商業施設のこう、駐車場なんかによくこう、充電のこう、電気の充電のやつ見ますよね。あれなんかですね、結構なこう、強力なこう、電気がこう、供給されるわけですね、車に。で、その電気を作っているのはですね、何で作ってると思います？今、ね、電気を作るっていうのは原発とかがね、ちょっといまいち、もう今止まってるところもあるじゃないですか。震災以来ね。だからそれからですね、電気を作るというのの、やっぱ主役になっているのは火力発電なんですよね。火力発電ということは、火力で電気を作るっていう動きなんですけど、その火力というのは重油でやってるんですよね。だから化石燃料なんですよ。だから化石燃料をガンガン焚いて、もうその電気を作る段階で CO2 などの排出ガスがもうすごいわけですよ。で、そのことについては何も言わずに、ガソリンエンジンの中に、普通のガソリンエンジンにガソリンを入れて、排気ガスで出るガスは悪いっていう風な、そういう認識になってるんですけど、僕は大きく違うと思うんですよね。逆にですね、そんな、2度手間3度手間でやるような、そういうエネルギーを作るよりもですね、電気を作るにも多大な重油がいるわけです。
ね。で、その電気で走ってる車だけを見れば、すごくなんかこう、エコな感じがしますけど、その元はそういうことなんです。で、それでしたら、直接ですね、そのガソリンのエンジンの中にですね、その化石燃料をですね、直接噴射してですね、こうやっぱりこう爆発させて、エンジンをこう回すと。その方が効率がいいと思いますね。一回ですから。一回で済むわけですから、その工程が。で、なんでそれを みんなこう突っ込まないのかなって僕は不思議に思うんですけども、そんな電気自動車って言ってますけど、実は全くエコじゃないんですよ、これ。これ皆さん気づいてないんですよ、これ。これ本当にね、皆さん気づいてください。なんで、で、あとね、あの水素自動車っていうのも、水素なんかガスで走るっていうのも今ありますよね。そういうような、あのトヨタで言うと未来とかね、水素ガスで走るっていうのもあるんですけど、その水素っていうものを作るのにも、火力発電で重油がいるんですよ。だから、やはり燃料というものは、何かしら、やっぱその、何かをこう作るにあたってですね、必ずいるわけなんですよね。それの段階を踏んで電気ができて、その電気を使うから、その末端だけを見てると、エコっていうふうに見えるんですけど、実は、工程をたくさん踏んでるだけで、無駄がすごくあるわけなんですよね。なんでこれがね、本当にね、言われないのか不思議でしょうがないですね。まあ、僕はですね、もうハイブリッドは確かにいいですよ。移動の手段としては燃費もすごいいいですし、プリウスとかでもね、1リッター35キロぐらい走るんですよね。ですけど、やっぱりね、なんて言いますかね、車のエンジンのかけるキュ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 ボーンっていうような、ボンボンみたいな。やっぱりそういうのがあってですね、そういう感じでエンジンの振動とかあって、音もあって、やっぱりね、車とかオートバイってね、何パーセントか魅力はですね、音、排気音っていうのがあると思うんですよね。僕なんかすごいそれを重視します。はい。マフラーなんかでもすごく考えて、いい音にこうするように、こう改造したりとかするんですけど、もちろん車検の通る範囲でね、やるんですけど、まあそういうことができなくなるわけなんですよね。だからもう電気自動車がもうね、音もしないでずーっとモーターでシューンと走ってですね、もう聞こえてくるのはタイヤのもうほんと路面のこの当たるロードノイズ、ガーっていう音だけなんですよね。近寄ってきてもわからないっていうね。危ないんですよ、逆に。うん。だからですね、僕はね、すごくね、矛盾してると思うんです。だからもう本当にね、まあ、それ電気自動車を進めるっていうのはもちろんいいことだと思うんですけど、楽ですから、いいんですけど、ガソリンエンジンもね、やっぱりね、やめるとかじゃなくて、作り続けましょうよ。車のメーカーさん。お願いしますよ。まあ、先ほど会社の話ばっかりしましたけど、まあ、日本のメーカーもですね、もうそういう風に海外のこのメーカーに準じてですね、日本の車も、ガソリンエンジンはなくそうという、そういう風な傾向にあるようです。はい。あとですね、トラック、ありますよね、大きな、ね、高速で、走ってるような、10トンとか、あるじゃないですか、大きなトレーラーとかね、あのようなですね、大きな大型トラックありますよね。10トンとか。ああいうのはディーゼルエンジン、大きなディーゼルエンジンで、軽油を炊いてですね、すごい力があるんですよ。ディーゼルエンジンっていうのはね。やっぱりそういうので、やるからこそあんな大きな荷物が運んだりできるわけです。だからそれをですね、どういうふうにするんですか？電気自動車で。多分大型トラックなんかね、無理ですよ。だからですね、やっぱり適材適所ですよ。だから、やっぱり大事な、その効率のいいものはですね、やはり残せばいいですし、全部が全部なくしてしまうっていう風潮はね、どうかと思います。排気ガスの方も、最近クリーンディーゼルであるとか、ガソリンエンジンの中でもほとんどですね、昔に比べたらですね、やっぱりこう、ろ過技術が進んでですね、排気ガスがほとんど有害なものっていうのはほとんど昔に比べたらなくなってるんです。はい。だからやっぱりですね、僕みたいにね、車のエンジンとか、バイクのエンジンが大好きな人間からすると、本当にね、ガソリンエンジンをなくすとかね、そういうふうなことはね、やめてください、本当に。もうでもね、まあそうは言ってもね、もう決まったみたいなことになってますから、僕らがもう死ぬ頃になってきたら、全部が全部電気自動車に変わってる時代が来るんですかね。いやー、それはちょっと嫌ですね。はい。今日はこの辺で。で、まあ何十年か先にですね、まあ電気自動車が当たり前になった時に、もしガソリンエンジンの車を持ってたらですね、どうなるんですかね。ガソリンスタンドはないよとか、10キロ、20キロ先ぐらいまで行かないとガソリン入れないよ、入れられないよなんて、そんな時代が来るんですかね。いやー、考えられないっす。